ようこそデータサイエンス研究所へ。はい、それでは今回データの標準化について扱っていきます。まず標準化の目的、データの標準化の目的っていうのは、異なる性質を持つデータを同じように扱うことです。例えば、データの標準化の例を示しますと、まあ仮に X を数学の点数とします。標準化前ですね、23点とか57点とか32点とかっていうデータを標準化した場合、まあ、このマイナス 0.2 とか 0.5 とか 0.3 とかっていういった値になります。で、この実際この元の点数から標準化するにあたってどういう式を使うかっていうと、これが式の定義になります。この X、まあ、標準化する前の点数の平均を引いてシグマは標準偏差で割ると、そうするとうまくこのマイナス 0.2 とか 0.5 とか、まあ、マイナス1から1あたりの点数にこ うまく変形できますと。で、これをまあ今後のために式変形します。シグマ分の1と XI マイナスミューにまず分解して、で分配法則を使ってこのように式変形します。はい、それでは次、まあ、期待値と分散の性質を前回の授業でやったので軽く復習すると、この定数 AB と確率点数 X に対してこういったものはこのように分解できると、まあ、AX の期待値プラス B で、これが分散の場合は A2 乗 VX になるっていう性質を使って、実際この標準化した値の ZI の、期待値と分散がどういうふうになるかっていうのを見ていきます。で、これ ZI っていうのを、まあ、この最後に式変形した形で考えてこの性質を使うと、まあ、シグマ分の1 EXI マイナスシグマ分の1 μ になると。で、この XI の期待値っていうのは、まあ、μ なのでシグマ分の1 μ マイナスシグマ分の1 μ で0になると。で、分散で考えたときはシグマ分の1 XI 引くシグマ分の1 μ で、この性質を使うとシグマ分の1が出てシグマ2乗分の1の VX になると。で、VX っていうのはシグマ2乗になるのでここかけて1と。つまり元の点数、まあ、平均が μ で標準偏差がシグマのものを標準化した後っていうのは平均が0で分散が1になるように、なりますと。で、このように、このいろんなデータ、この前23、57とかなんですけど、例えばこれがまた違うテストの点数とかで、まあ、300とか700とか800とかっていったデータがあったとしても、標準化した後はまあ、マイナス1から1ぐらいの値を取る、まあ、平均が0で分散が1といった値に標準化してこう変更することで、その異なる性質を持つデータ、まあ、異なる性質っていうのは平均とか分散を持つデータっていうのを同じような単位で扱うことができるわけです。はい、それでは、実際にその標準化っていうのを使った例を2つ見ていきます。まず1つ目は偏差値、まあ、これはよく高校のまあセンター試験とかそういうテストで、まあ、偏差値っていうのを扱ったと思うんですけど、まあ、見たことあると思うんですけど、偏差値って何かっていうと標準化した値に10をかけて50プラスした値です。はい、でこれがどういう値かっていうと、まあ、これをまず期待値を見ます。期待値を見ると 10ZI プラス50で、まあ、この期待値の性質を使って 10EZ プラス50と。で、ここはまあ0なので50で、分散は同じように分散の性質を使って計算すると100、まあ、標準偏差で考えると10になるわけです。なので偏差値っていうのは元の点数を標準化してそれをさらに変形することで、要は平均が50で標準偏差が10になるように変換した値になります。で、なんでこういうふうにするかっていうと、まあ、その数学の場合、数学が難しかったらなんかもう30点あたりの点数を取るとか、英語の場合は英語が高かったら80点あたりの取るって言って、その数学の50点と英語と50点でちょっと意味合いが変わってくると思うんですけど、そういう違う平均とか分散を取った値を全部こう偏差値にしちゃって、まあ大体中間あたりが50点だよとかっていうふうに分かりやすく変形することがこの標準化を使うことでできます。で、実際この YI が正規分布に従うと仮定した場合、まあ、シグマ1個分の範囲で、まあ、68.3% の人がいる、まあ、今回の場合シグマ、まあ、標準偏差が 10なので、まあ、偏差値40から60の間に大体 68.3% の人がいるっていうのが分かります。つまり偏差値が60っていうのは大体上位 15% ぐらいにいるなっていうことが立ち位置で分かりますし、まあ、シグマ2個分の範囲では 95.4% の人がいるって言われているので、まあ、偏差値70だったら
まあ、約その上位 2% ぐらいに自分がいるなとかっていうのが、まあ、分かるわけです。それが数学でも英語でも、まあ、どんな平均とかその分散を持つデータに対しても同じような指標で全部理解することができるという便利なものが偏差値になります。で次、まあ、これは似たようなものなんですけど、異なるデータを見たとき、例えば平均が30でシグマが10のとき、まあ、20から40あたり、平均から10ずれたあたりにこうたくさんデータがある場合でも、平均が60で、標準偏差が30、まあ、大体60から30離れて30から90あたりにこうたくさんデータが取ってるとか、まあ、桁数が違って平均が600で、標準偏差が200、まあ、600から200離れたあたり、この400から800あたりにこうデータが集まってるものも全部標準化することで、まあ、マイナス1から1のあたりにこうたくさんデータが集まってるような、同じような指標で見ることができるっていうことが分かります。はい、では今回の授業いかがだったでしょうか。標準化を使うことによって、まあ、異なる性質を持つデータ、まあ、異なる平均や分散を持つデータを同じような指標で扱うことができるということについて学びました。はい、今回の授業いかがだったでしょうか。それではまたお会いしましょう。バイバイ。